皆さんこんにちは。今回は本国捜索体験サーバーの方の動画をお借りして作っています。投稿主の方に許可を取っているので、よろしくお願いいたします。それでは、オロルンについて解説していきます。日本版テキストがないので、和訳ベースなので細かいところはご了承ください。一応動画を見て回った感じ、素材はボスククリュウ。添付本は粉塵で、雑魚素材は竜です。シューボス素材はクジラの光なき糸となります。特産品は新エリアっぽいです。ということで、オロルンの性能について紹介していきます。通常攻撃は3段攻撃となっています。でも使わなさそうです。銃撃はシステーマ CAI みたいなマナコみたいな輪っかが出る銃撃だね。探索で、幾富竜が必要な時にオロルンもそれをこなすことが可能です。戦闘だとほぼほぼ使わないみたいな説明がされていました。主にギミック解読用の能力となっております。狙撃型で遊ぶとかなら採用してもいいかもしれません。一応実戦シーンだとこんな感じで読み取るみたいです。続いて元素スキルはボールを投げます。こちらは白術の元素スキルみたいに敵をムカで人間して繋げます。ということで実戦能力。白術の元素スキルほぼそのままという感じかな。倍率は高めだと思います。CT は15秒で忍ぶとかと同じ秒数です。欠点というか、単体に対しては1ヒットだけなので敵が1体だとこんな感じ。敵が2体の時の検証シーンはなかった気がしますが、1体につき1ヒットが上限なのかな。続いて、元素爆発についての説明です。元素爆発については、事前放送でもあった挑発型の設置持続ダメージ系です。元素エネルギーは60で、継続は9秒、CT は15秒となっております。ヒット数は多めって感じかな。敵のヘイトを集めながらダメージを与え続けます。少なくとも爆発範囲くらいのヘイト集めはあると思うので、結構挑発範囲も期待できそうな雰囲気です。そして ICD、インターナルクールダウン、元素付着頻度は4ヒットに1回の特殊パターンでしょうか。見た感じ3ヒットに1度ではなさそうな感じで、付着は追撃の方がメインになるのかなって感じです。敵を襲撃できるので、防衛とかではかなり嬉しい能力となりますね。ここまでの能力のまとめですが、通常は不要、スキルと爆発は使うという感じ。スキルは倍率が 300% 超えるので一応単発高倍率系になるんでしょうか。爆発はヘイトアップで敵を集めてくれます。3個の能力は全て単純でわかりやすいですね。星4キャラということもありわかりやすくていいね。ここから重要な要素、雷の追撃についてです。オロルンの固有添付1についてです。オロルンの固有添付は敵に感電ダメージ、あるいは夜魂属性の攻撃が命中すると、オロルンの夜魂値を消費して対象の敵に落雷を落とします。同時に4体まで落雷が可能で、倍率は攻撃力の 160% 分、触発は 1.8 秒に1度といったところでしょうか。細かい和訳がミスっていた場合は申し訳ございません。投稿時間が不確かだけど、すぐ公式から固有添付詳細は出ると思います。固有添付1の実戦形式の実戦シーンです。オロルンはカチーナと同じで HP の下に夜魂値が表示されるパターン。感電ダメージが発生すると夜魂値を10消費してオロルンが裏から落雷を落とします。テキスト的に範囲ではなく白術みたいに確定単体ダメージかと思います。また、ナタキャラによる夜魂属性の攻撃でダメージ発生しても同様に落雷が落ちます。基本的にはナタアタッカーにも連動して追撃するという認識でいいと思います。障害児ってなっているのでダメージ発生が条件かと思いますが、細かいテキストは公式テキスト待ちです。将来的に噛み合うナタキャラが実装されるのかなってところでしょうか。一応、同時ヒットについては最大で4体まで。十分多いと思いますが、攻撃同時に命中した敵周辺の4体まで1セットで落雷可能です。フィッシュルやヤエとは違って、完全に同時タイミングで複数いけるのありがたいね。ただし、離れすぎていると左上のやつみたいに命中しないことがあります。意外と射程は狭そうというか、爆発が範囲だからそれと同じくらいと思って良さそう？夜魂値の上限は80となっていて、夜魂バーストで40獲得。あるいは元素スキル発動後の15秒間水元素、あるいは雷元素攻撃が、命中した時に夜魂値を獲得で 0.3 秒に1度まで触発できます。最大で10回まで触発できて、1回につき5回復、最大で1スキル50回復です。ちなみに15秒平均 8.3 回追撃を発動できるので、供給90ならギリギリ回復量が多くなります。一応夜魂バーストはナタキャラ1名だと18秒に1度までなのでギリギリ不足するかもだけど、ほぼほぼ無限ループができるような調整となっていていい感じです。ということで、実戦での減り具合を見ていきましょう。まず、夜間バーストで40回復しました。一気にゲージが溜まったことがわかります。続いて、第2の方法として元素スキル5の雷あるいは水元素での攻撃です。もちろん、別のキャラクターという指定があるのでオロルン自身で夜根値を貯めることがはできません。ということで2種類の夜根値の貯め方でした。それでは実戦での夜根値の変動について。ナタキャラ3名なので夜根バーストが9秒に短縮はされているんですが、ずっと夜根値は維持されていることがわかると思います。続いて夜根値の補助なしで完全に感電ベースの編成です。この場合でも夜根値は十分維持されています。ですので、感電編成とかでも完全にスキルで追撃を維持できています。八重美子はもちろん元からできましたが、フィッシュルは爆発を混ぜる必要があるので、特に無凸で比較するとかなりオロルンが使いやすくなっていそうです。2個目の固有添付について、元素エネルギー回復系です。スキルが命中すると、オロルンは自己バフを獲得します。この自己バフは、出場キャラが通常攻撃、銃撃、落下攻撃のいずれかを命中させると、そのキャラの元素エネルギーを3回復させ、オロルンが控えにいる場合はオロルンのエネルギーも3回復させます。一応雷の特徴であるエネルギー補助系の能力となります。ですので、オロルンは元素エネルギーを固有添付から9まで回復可能です。ちょっと映像とずれちゃいましたが、探索系能力は滑翔速度 15% アップで関運と同じ。重複できないのでそこは注意かなってところ。続いて、スタミナを75消費して2段ジャンプが可能です。こちらは幾富竜と同じ能力となっていてしばらくそのまま平行移動できる感じかな？空中で狙い撃ちをするとスタミナを消費します。ナタだと年数を消費する感じです。この状態は幾富竜の能力である読み取りも可能です。また、夜根とランスについては空中で発動できます。チャスカからのオロルンとか可能となっております。ただ、スタミナ回復とか補助系の追加効果はなさそうな感じかな？ということで、オロルンの全体解説でした。戦闘の基礎事項についてです。スキルと爆発を置いて下がるだけ。あとは感電を起こしたり夜根性質のダメージを与えていれば裏から勝手に仕事してくれます。もちろん、安定させるにはやはり感電が混ざる編成がいいと思います。あるいはチャスカはナタキャラ編成になって、雷攻撃もするので相性がいいですね。今のところかなり優秀なサポーターだと思いました。生物についてはもちろん絵巻セットが良さそうですね。反応を起こすとその元素にオロルンは 40% ダメバフを配ることが可能です。採用する理由1位クラスなので、絵巻準備が手堅いね。武器についてはエネルギー補助があるため火力の上がるものを選択が推奨されています。絵巻、固有添付、あとは4凸でエネルギー改善があります。火力で見れば若水が推奨になるのでしょうかね。スキル、添付、爆発でダメージを出すため全属性ダメージアップ系が推奨されていました。単純に武器ステータスで殴るのがおすすめってことかな。編成は基本的には感電編成、あるいはチャスカ編成が推奨の傾向です。もちろん、ヌビレットでの採用可能なとなっております。絵巻つけられるだけで採用できる範囲は広め。ただし、固有能力は感電か夜根攻撃がトリガーとなっているため。ナタキャラはチャスカくらいしか本格対応はしてないので感電への依存は強めという感じ。懲戒化とかの編成は、感電頻度がかなり低いので、草下地が安定している編成ほど採用は難しそうですね。ということで、オロルン無凸についての事前性能解説でした。感電スクロースも新時代を迎えるのでここも楽しみです。ということで終わろうと思ったんですが、凸効果について忘れていました。1凸すると、スキルのバウンド回数が2回増えて最大で5体の敵ままで命中するようになります。そして、スキル命中時にデバフを付与してその敵に対して、固有添付の追撃のダメージが 50% アップです。2凸は爆発使用後、自身に雷バフをします。爆発が命中するとバフが累積していって、最大で雷バフ 32% までいきます。4凸は爆発のくるくる速度がアップかな。そして、爆発終了後エネルギーを8回復して、エネルギー要求ダウンです。間凸は、攻撃力最大で 30% バフ。固有添付の雷撃が発動するたびに付与します。また、爆発発動時に強化された固有添付の追撃は発動。編成したアタッカーに絵巻で 40%、間凸で 30% の攻撃バフができるようになります。間凸すると普通に強キャラの一員です。そして凸は全て優秀となっております。感電編成で使う場合、間凸フィッシュルには2凸である程度追いつくようです。ですので、2凸が目標ですね。ということで、いかがだったでしょうか。感電への制限があるとはいえ、スキル完結するのはかなり素晴らしいですね。プレイヤー完全追従するのも評価が高いです。ということで実装が楽しみですね。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。